ねえ、なんで電気がチカチカしてるの？知らないけど、僕は巨大キャンディーを食べてるとこなんだ。あの変な雷をチェックした方がいいね。うわあ、雷に撃たれちゃった。ライアン大丈夫？どうしたの？これは玉ねぎ？そう、匂いが。全部食べるの？臭すぎ。足がやばい。息臭くなるな。うお。そう？もっと食べるわ。マジで？おいしいよ。生玉ねぎだよ。嘘だろ。完食。そうだ、キスしない。ジョー、目にしみる。さあ、まったかも。ちょうどいいわ。他あるかな。最初のチャレンジはキャンディー。おお、キャンディー大好き。おいしそう。おいしい。スプリンクルもつけるか。どんな味かな。これも試してみるかな。酸っぱい。次ので最後だ。気に入ったよ。私もトライしてみよう。スプリンクルをお皿に出して、そして舐めるのよ。おいしい。次は棒ね。わお、結構おいしい。トーマス、お先にどうぞ。冷凍チキン、ガッチガチに凍ってるんですけど。溶かすの手伝ってよ。溶けろって言ってんだろ。いって、トーマス、それって衛生的にどうなの？ダメだ、諦めた。じゃあ、私のお皿のは何かな。あっちょーい、フライドチキン。おい、俺にくれよ。しかも出来たて。味付け最高。あんたには自分のがあるでしょ。マジ不公平。あ、ひらめいた。お袋ならこれの調理法知ってるだろう。お袋の作るチキンは最高だもんな。よし、お助け隊が向かってます。はい、どうぞ。切ってあげようか。羨ましいってか、エリー。どうでもいいし。ジューシーなチキンをどうぞ。あー、お袋って最高。よし、行くぞ。ワン、ツー、スリー、ゴー。あ、毎日使うやつだ。机でだけどさ。へえ。私のはちょっと変わってる。チョコのキーボードなんて初めて。味は美味しいのかしら。美味しそうな匂い。ははは。さて、まあそう来るんならね。エプロンをして、いくぞ。もう負けないわ。ミルクチョコだ。そっちは、え、食べれるやつだったっけ。あー、キーが喉に使えた。
いけない、大丈夫、救急車呼んだら治る、どうしよう。キーボード食べるわけないだろう。私がチョコ引いたからって意地悪。ポテトはいつだって食べたいさ。こんだけ揚げたてだったらな。はあ、もう楽しみ。いいわね。うわお。そっちが大きくなるの？日頃の行いってやつだよな。夢の気分だぜ。なんか普通のポテトがちっちゃく見える。よっしゃ、一丁いきますか。うひょー。もういいわ、味は変わらないんだから。んじゃあこいつから言ってやろうじゃん。ほら見てみろよ。ケチャップは欠かせないわね。うん、これこれ、これが合うのよ。んじゃあ大きく一口いきますよ。何言ってんだ、小さすぎて入んないだろ。これぐらいないとな。それ全部ケチャップなの？まさか全部つける気じゃ。たっぷりいくぜ。それうまそうだ、しっかりつけてっと。なんだか惨めな気分になってきた。すげえな。じゃあ早速一口。不公平すぎるわ。もうここはどこ？わからない、でもいい匂いがする。それはチョコレート VS 本物のチャレンジをやるからだよ。あら、小さなチョコの靴下に。でも匂いの通り美味しい。僕のは何だろう。それの匂いなの？履いた後の汚い。履いた後の汚い何？確かに匂うね。気をつけて。いやー、汚い靴下。あれ、逃げた方がいいね。有毒ガスのため防護服が必要です。用心に越したことはないよね。本当の危険地帯だよ。生物は全て避難して。有害な検体を取り出そう。素早くスプレー。靴下に勝利しつつあります。よー、何やってんの。これ俺の靴下。変な奴ら。あ、そう、始めようか。私の勝ちね。なんだろう、雲のグミ。ちょっと怖いな。でも本物じゃないよね。ベタベタだわ。何味だろう。レモンの匂い。わあ、切れにくいな。雲がこんなに美味しいなんてね。美味しそうじゃん、エリー。でも君のがグミってことは。嫌だよ、開けたくない。人生最大の恐怖だ。あれ、変だな。ライアン、急に動かないで。何？噛まれた！変な病気になっちゃうよ！ブライアン？え？なんだこの服？スパイダーマンの技をマスターしたぞ！超楽しい！さあ、用意はいい？この飲み物は一体何？それに手の込んだストローに。あなたのも開けてみて。うん。何かわからないけど、飲んでみるよ。ストローの先はどこ？
どうかな。もうエリー、頑張ったのよ。直してあげる。良くなったよ。こっちの先を飲み物に刺すんだ。ストローを見てて。もう少し。口に入った。ストロー取ってるわ。おいしい。何が起こったんだ。キャー。何、エリー、あの飲み物のせいだ。クレイジーなストローで飲んだの。これで治るよ。1、2回スプレーして。ありがとう先生。これ効くかな。やってみなきゃわからないわね。あ、変なの。私に戻った。あなたもね。ああ、戻ってよかった。これすごいね。銀色のコーラ。見て、私のは銀色よ。やることは一つだね。どっちの方が美味しいかな。全然わからないよ。開けてみようよ。乾杯。キンキンに冷えてる。美味しい。でも変な気分。てか、すごい面白いわ。本当だね。すぐにこの色に慣れちゃいそう。あら、赤いものって好きよ。これなんだろう。俺はキンキン派。これでよし。氷を入れる必要なんてないよ。さあ飲んでみよう。ああ、お風呂みたい。落ち着くよ。氷みたいに冷たくて。変な人に。私も飲んでみよう。でも温めなきゃ。うん、いい感じ。あれもやるべき。危ないよ、気をつけて。バッチリ。暑いお風呂に入ってるみたい。あー気持ちいい。ワン、ツー、スリー、オープン。わあ、青いキャンディーだ。私は青いガム、ガム大好き。美味しいもんね。ちょうどいい長さ。おお、俺のは青い爆弾だ。それ、安全ピン抜いたの？も、戻せない。入らない。キャッチ。蓋をしたら助かるかな。まあ、爆発しなかったな。中で何が起こったかな。あー不安。わあ、ガムが増えてる。魔法の爆発だな。しかも色とりどり。どういう仕組みだろう。待てよ。なんだ、ピン抜かなくてもよかったのか。口にスプレーするやつだ。じゃあ冒険するとしましょう。じゃーん、ミニチュアキャンディーキャッチャー。でも空っぽに。もしかしたらそっちの中に入っているのかも。その通り、酸っぱいキャンディーがありました。これ私が開けていいのよね。たっぷり入ってる音、そこに入れればいいのね。はい、入るだけ入れちゃって。これが楽しいのよ。始めましょう。よし、お次はキャッチよ。ゲット。
とさないようにね。あとちょっとよ。そこで落とす。やったー、出てきた。結構酸っぱそう。うわー、私にもやらせて。こうして狙って掴んで落とす。楽しい。本当だ、すごく酸っぱい。じゃあ最初のチャレンジね。わあ、私は紫の星。僕はピンクのダイヤだ。綺麗だな。どんな味だろう。一度よく見てみるか。うわあ、これはお砂糖が何カラットも。待った、まだダメよ。ダイヤモンドには星がつきもの。ほら、もっと綺麗になった。おい、本日ご紹介しますのは星だらけのお砂糖何カラットもの宝石。その時価はどんどん上がっています。所有者の方々にインタビューです。はい、どうぞ。おめでとう。今の誰？何？まあ食べてみよう。これ美味しいよ。あなたも食べてごらん。オッケー、行ってみる。二つの歯ごたえが楽しいな。一つ目のチャレンジは良かったな。ブライアンの番。一口食べるわね。普通にうまそうだな。食べていい？どうぞ。いただきます。待って、トッピングよ。無理。うふう、やだ。最高。俺がどう反応するかわかるよね。もちろん、だから加えたの。食べるしかないか。無理無理。一口でいけるかな。口が痛くなりそう。きた、めまいがする。汗もかいてきたし、口の感覚がない。水持ってくる。早く。もう少し頑張って。いくわよ。なんだこれ。いつか笑える日が来るわ。冷たい、それとも熱い、決めるか。引き分け。よし、トーマスのから開けよう。あ、麺だ。でも凍ってね。ああ、どうやってすすればいいんだよ。匂いも大してしねえし。お前も試してみろよ。これは失敗だったな。お前のも開けてみろよ。麺ならこうでないとね。病気の時は温かいスープがしみるよね。一口いただきます。おいしそうでしょ。待った、交換しようぜ。交換？どうしようかな。いいわ、交換。よし、工具をご注文の二人。俺やだよこれ。わあ、またチョコレートだ。交換しないのが正解かよ。残念でした。交換しちゃったし、ほら、これが美味しそうに。なんて名前の道具だっけ。これで何を直せってんだ。いや待てよ、そうだ、ちょっと工夫すればさ。こっちからかじろうかしら。あとちょっとで完成。おいしい。何作ったの、デイビッド。
いやだからさ、突然アイディアが降ってきたんだよ。すごいだろ。待てよ、まだ話は続くんだ。聞いてくれよな。おっと、腹ペコロボットか。あなたって天才ね。あ、ロボがチョコ盗んだ。僕のチョコだろって。俺ってマジ天才。じゃあ今度は私からね。開けます。ピザだ。大好きなペパロニピザ。うん、はじょん。うわ、すっごい。一番よりも大きくなっちゃった。それだけペパロニもたっぷりよ。死んで天国に行ったみたい。チーズまみれの俺は、俺はこれ一枚だけ。まあいいか。食べるには結構コツがいりそうね。一番おいしいのは一口目。これこれ、おいしいわ。俺のはもう終わりそうなんだけど。だんだん顎が疲れてきたわ。ちょっと手伝ってよ。いや、それ全部君のなんだろ。全部いけると思ったのよ。そうだ、それならこうしましょう。なるほど。あ、地響きだ。あら、来てるわね、これは。気をつけろ、クロエ。ピザに人が群がってくる。やっといなくなったわ。ピザ無料って聞いたらそうもなるか。覚悟はいい？待って、この電話取らなきゃ。僕だって暇じゃないんだけど。ちょっと楽しんじゃおう。ちょっとだけね。うわぁ、美味しそうじゃん。僕が欲しいよ。これでよし。ごめんね。さあ開けてみよう。新しい iPhone。 これチョコレートなんだね。カメラがすごいらしいのよ。ラッキー。こんなの見たことないよ。お菓子工場みたいな匂い。後にして。自撮り好きだね。僕も撮ろう。早速投稿。ん？チョコになってる。美味しいのかな。お腹が空いてるんだからいいでしょ。準備いい？仲良し握手でスタート。開けるわよ。こんなガム初めてじゃない。かわいいな。絞り出すのね。すごい。しかも美味しい。私はシャボン玉チューブ。上についてるのは、わあすごいな。キャンディーがついてる。ゴールにシュートしないといけないのね。あとちょっと。シュート入った。今の見た。それで全部食べていいのよね。どれどれ。ブルーベリーだ。もっと食べたい。たっぷりのフルーツ感。そうだ、シャボン玉もあったわね。ちょっと楽しいじゃないこれ。大きいの作れるかな。わあすごい勢い。シャボン玉で部屋埋め尽くせるわ。それならこっちだって負けてないわ。え、わあすごく大きい。っていうかゾーイより大きくなってない。わっ、面白かった。さあ始め。これ匂う？何か知らないけど腐ってるわ。
先に開けて。うわ、玉ねぎだ。君のも開けなよ。熟成ニンニクだわ。何年熟成したのよ。あー、臭い。あ、僕の玉ねぎ。嫌だけど、ダメ元だ。うわー、思ったよりまずいよ。見てるだけで涙が出るわ。目にしみるよ。緊張してきたわ。死なないよね。食べるわよ。あら、意外と美味しい。いい味だわ。何これ。知らないよ。変な感じがする。あっ、誰ですか。お前らの魂を盗みに来たぞ。やばい。ああ。その匂い、ニンニクと玉ねぎ。ダメだ。消えた。危なかったよ。臭い食べ物に救われたね。もっと食べよう。今度は何がもらえたかなと。わあ、小さなガムボールマシン。ガソリンスタンドみたいだ。私もガムボールマシンね。こっちはバスケットボールゲーム。これは面白いな。遊べるキャンディーだ。たくさん入ってる音がするな。ハンドルを回すとどうなるんだ。お、黄色が出てきた。小さいな。きっと美味しいはず。やっぱり。そっちも食べてみてよ。ええ、ガム食べたかったものね。レバーを押してシュートね。あら、入らない。やった、入った。あー、ピンクだ。食べちゃダメ。よし、今度は紫だったわ。きっと美味しいわね。もうわかる。やっぱりガムって最高ね。もっと欲しいわ。ガムパウダーだわ。お皿に開けてみるわね。面白い見た目。味はどうだろう。まずはちょっと指につけてみるわ。おいしいかな。悪くないわね。僕のはスプレーだ。いい匂い。おいしいといいな。そうだ、それ貸して。実験をしたいのよ。ガムパウダーを口に入れて、スプレーをかけるの。僕も合わせ技をやってみるよ。次はスプレー。いいチャレンジだったね。準備 OK？ 先に開けたら？うわ、これ開けたくないかも。何よ。知らない方がいいよ。緊張するわ。ただの卵だよ。笑えばいいわよ。でもこの卵どうしよう。スクランブルエッグって美味しいよね。食べたくなってきた。ちょっと熱を加えればうまくいってる。やりすぎない方がいいわ。
ひよこが生まれた。おお、かわいいね。その卵に入ってたなんて。やっぱり自分のも開けようかな。でも冷たくするよ。そうそう、いい感じ。冷たい風を感じる。これでいいかな。なんでこんなことに。ひよこじゃないの。全然可愛くないな。